つ。熱っ。それでは、行ってきます。なんか大丈夫これ。さっきね、ハンヘルをね、首にかけて走行してるお兄さんがいてね、平和だなと思いました。行くぞ。やっと、やっと、やっと乗れる。あー、ちょっと待って混んでんな今日。今日はですね、会社のバイク部で富士五湖のツーリングに行くということで、10時に相模一向インターチェンジで集合なんですけど、おかしくない？ 1 時間半もかかるわけなくない？普通に考えて都内から相模湖インターチェンジまでそんなかかる？渋滞してんのかな？なんで私30分も遅刻してしまうのになってしまうんだけど、やば。なんかちょっと不穏な感じを、やだなぁ。やだな、怖いな。とりあえず私は相模湖インターチェンジにがんなので頑張ります。うわー、マジでめっちゃ渋滞じゃん。終わった。どうしよう。これは魔法使うしかないようですね。よしよしよし、渋滞は抜けてない。もうやだー、なんでトンネルの中で渋滞。いやー、ちゃんと間に合うように私家出てきたのにさ。普通にちょっと待って、 LINE しないと。てか暑い。いきなりね、梅雨が終わった瞬間真夏になるのやめてほしいな。何の混雑なんこれは。試験中とは。これはまずい。ちょっと一旦待って。駐停車禁止って書いてある。ダメだ、待てん、暑いよいやマジで低速道路だよこんなの。低速道路になるのやめて。しかもさ、土曜ならわかる、今日日曜なんだけど、みんな仕事じゃないの明日。なんでなんでなんでこんなみんなどっか行こうとしてんのかな。早っ、お盆にもう入ってるホワイトの方々だ。いやー、ちょ待って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 、やめろー、やめてくれー。荒木くんに不安定なハイドリングをさせると大変なことになるんだ。やめろやめてくれ。高速道路でね、この子あんまりいい思い出ないので、高速に初めて乗った日のことよ。片道3時間ぐらいのツーリングした日の、まあ、帰り道ね、今日みたいにすっごい暑い日だったんです。事故渋滞があったところかな。そこでプツンとね、この子の命が切れまして、エストですけどね、軽いオーバーヒートになっちゃったんだよね。熱だれですかね、簡単に言うと。初めてのことだらけでエンジンかけると頑張ってたの。もう何回キックしたか分かんないぐらい、もう超暑い日だったのに超汗かきながらキックしまくってたんだけど、まあかかるわけないんですよね。なんか本当にかからなすぎて、ちょっと弟に電話してね、もうかからないから迎え来てみたいなことを電話で言った気がする。迎え来てもらってどうすんだみたいなところあるんだけど、警察車両っていうか、そう、警察の方がね、事故だからいるじゃないですか。で、その人がどうしましたかって言ってきて、で後ろに発煙筒置かれたよね。どうしてもかかんないようだったら JAF 呼んでくださいねって言って、わぁ、ありがとうございますみたいなね、迷惑かけんなって。いやでもそういうことが起きちゃうんだよ、この子は。ね、人が暑い時はバイクも暑いんよな。だからあんまり無理させないで行きたいところなんだけど、もう大丈夫そうだね、八王子まで来たし。怖っ、あんな煽る怖すぎなんだけど。カーチェイスすんな。綺麗じゃん、ハンギパッチ。わあ、めっちゃ山。いや、ほんとこういうところに来ると感動するよ。緑ってやっぱいいわね。あ、なんか綺麗な色のプリウスだこと。初めて見た。まあ山に囲まれて育ったんですけど、私。やっぱそのせいかな。緑を見ると落ち着くっていうのがね、ありますよね。都会の人もわかるよ。自然が好きで、将来田舎に住みたいみたいな人をなんか死ぬほど見てきたけど、東京で。いや、マジで、なんか、田舎の厳しさ知ってるみたいなところ。綺麗なとこしか見てないだろう、それっていう。ね、思いがね、田舎者としてはありますね。多分本気で言ってないんだろうね。そういうなんか綺麗なところだけ見てちょっと憧れたいみたいな。まあわかるよ、その気持ち。それはね、一長一短だと思ってますよね、都会と田舎は。私はこの先田舎で住みたいっていう気持ちがないな。不便だもの。
それがいいんでしょうかね。豊かな自然と動物と暮らすみたいな、性に合う合わないってやっぱりあるんですよ。私の友達でも田舎から出ない人の方が多いし、逆に私は変わり者の類だね。ダメなところはそうね、コミュニティが狭すぎて噂話が一瞬にして広まる、これが一番でかいですね。マジでね、田舎コミュニティやばいから、まあ、どこどこの誰々が結婚したんだよとか、どこどこの誰々が子供でどうしたとか、なんかさ、いや、したくなる気持ちはね、わかるの。ちょっと別に興味ないです、そこまで人にみたいな気持ちになるんだな。人にね、関心を持てる人はいいんじゃない？知らんけど。わあ、なんだここ、すごいじゃん。体感涼しくなってきた。全身の水分がね、すごい速さで奪われていくのが、わかりますか？間もなく渋滞終了って遅いよ、今頃。もう目的地だわ。頑張れ、軽トラ。ここだ。出口の料金所出たところで集合って言ってたんで、果たしてどれくらい集まっているのか、確認してみましょう。お、いる。違う人？違う人か。おお、すごい。相模湖きれい。よいしょ。着いた。でも誰もいない。一体、降りるか。いや、私が間違ってんじゃないよね。ここのはず。ちょっと待って。飲み物を買って戻るので、いなくても心配しないでくださいって。あ、手がしびれてる。おはようございます。すごい混んでませんでした？あ、もう、激混みですよ。いいですね。綺麗ですね。おはようございます。そろそろ来るかなと思ってましたよ。あ、綺麗な色ですね。あちちち、あちちちち。それでは行ってきます。